大企業を優遇するのは別にいいですけど、じゃあ大企業が優遇するために誰かを犠牲にするっていう形をとってるんですよ。誰かを儲けさせるために誰かを犠牲にしてるんです。で、その犠牲にされてる人たちの数が増えれば増えるほど、 国全体が貧しくなっちゃうんです。結果今の日本なんですよ。6.5人が貧困っていう国が出来上がったってことなんです。で、今、社会保険料上げるとか様々なこと言われてるじゃないですか。おそらくこのまま行ったら消費税も上がりますよ。だって、彼らにまたいい思いさせなきゃいけないから、みんなが良くならないと国はさらに壊れるだけなんですよ。この状態を変えられるのは政治だけなんですね。もう奪われるのはたくさんじゃないかってことですよ。やらせなきゃダメなんですよ。それ決めんの誰だって言ったら、この国のオーナーなんですよ。 あなたなんですよあなたがいなきゃ変えられないんですよ自民党さんがやってること例えば防衛費の上げる底上げとかあの辺に関して僕の中でまあ、正しいなと思う部分は確かにあるんですよこの間もあの国会中継見ましたけどまあ、企業に対しての税金の課税がおかしいっていう僕の中で噛み砕いて正直それはしょうがないんじゃないかなと思うとこがあってやっぱりもともと企業が潰れた時点でもうジャパンはもう あ復興できないそもそも会社が滑ってしまったら元も子もないっていうふうに僕は思ってるんで山本さんはあのその岸田さんが言ってることに対して全てが間違ってると思ってるのかなと思ってそこを聞きたいですありがとうございますあの岸田さんオリジナルで進められているっていう、えー、政策は多くないんですよ岸田さんが今実行してることは何かって言ったら連綿と続く自民党の政策を前に押し出してるだけなんです 例えば、大企業を優遇していく。大企業を優遇するのは別にいいですけど、じゃあ大企業が優遇するために誰かを犠牲にするっていう形をとってるんですよ。誰かを儲けさせるために誰かを犠牲にしてるんです。で、その犠牲にされてる人たちの数が増えれば増えるほど、国全体が貧しくなっちゃうんです。結果、今の日本なんですよ。30年景気が悪いってことは、30年国民を貧し,貧しくし続けてるんです。結果、 誰が儲かかってるんんでですすたら資本家なんですよ例えばだけども、1997年から2020年までの間、日本どうなってますか、法人どうなってますかってことを見ていきますね。1997年を100とした場合に、企業の売り上げは108なんですよ。つまり何かと言ったら30年近くの間で、ほとんど成長できてないんです。横ばいなんです。これ、異常なんですよ、はっきり言えば。ずっと横ばい、ほとんど成長しない。 売上横ばいなんですけど、経常利益は3.8倍になってるんです。どうして売上が横ばいなのに、経常利益を3.8倍にすることができるんですかってことなんです。何かを犠牲にしてるんです。株主への配当っていうのは8倍以上になってるんです。売上は横ばい、ほとんど横ばいなのに、経常利益3.8倍に配当金8倍になってるって、これおかしな話なんです。誰かを痛めつけないとこんなことにならないんです。 じゃあ何ですかって考えたときにこちら、従業員の給料。1997年を100とした場合に従業員の給料100なんです。ほとんど上がってないんですよ。で、この間に行われてることは何かって言ったら、労働環境の破壊も並行して行われてるわけですね。不安定な非正規っていう仕事。 で、賃金上がりづらいっていう社会を作り上げてるんですね。未来に投資する設備投資。例えば工場を新しくする、機械を新しくするとか、いろんなイノベーションを生み出すとか、いろんなことに対する未来への投資、設備投資も、97年を100とした場合に、86.6まで下がってんです。で、日本からイノベーションが起きないって当然なんですよ。だって、みんなが物を買ったりとかしながら、社会が公共、景気が良くなっていって、いろんな技術が開発されていってっていう状況になってないから。 未来の投資だったり、働く人々から削り取っていきながら、一部の株主だったり、そういう人たちにお金を流し込むっていうことの30年以上が日本国内なんですよ。そんなことになったらどうなりますかって言ったら、6.5人が貧困っていう国が出来上がったってことなんです。大企業を優遇していくっていうのは当然のことじゃないかっていうことが、当たり前だって思っちゃう人もいるかもしれないんだけど、そうじゃないんだよ。ウィンウィンにしなきゃダメなんです。バランスがあまりにも、 頼りすぎてて一方の人たちはこれれ地盤沈下ししててていいいいくしかない状況に追い込まれちゃってるっるうここなんですよね。例えば消費税見てみましょうか。消費税どうして必要ですかってことを考えたときに社会保障のためだろっていうのは大きな間違いだってことです。消費税ってもともと直感比率の是正ってどこから始まってるんですよね。直接税を下げるために間接税を入れようぜってことです。 直接税っていうのは、皆さんご存知の通りに、法人税も、えー、直接税っていうことなんですよね。グラフの左側が昭和の終わり、右側が平成の終わり。見ていただくと、ずっと下がり続けてんです。大企業に対する税がってことですね。で、その合間に、必ず上がるものがあるんですよ。何ですか消費税なんですよ。3 5 8 0消費税が上がるたびに、法人税は下げられる約束なんです。 直感比率の税制。こういうことですよ。これによって何が失われますかってことなんですけれど、消費税って何を減らしますか何かを減らすっていう効果が非常に高いものなんですよ。タバコ税上げたらどうなる出演者減ります。環境税、炭素税、こういうものを創設して上げてったらどうなりますか ?CO2 排出が減ります。じゃあ消費税は消費が減るんです。 むちゃくちゃ消費が加熱してるとき、このままじゃインフルがとてつもないことになるぜ、みたいなときだったら、消費を減らす必要があるんですよ。でも、この国で、この30年の間に、消費が爆発的に増えたりとか、加熱するようなことありましたかってことなんです。ないんですよ。消費が減ってるってことは、所得も減るんですよ。あなたの消費は、誰かの所得に変わっていく。じゃあ、所得、消費が減ればどうなるかって言ったら、所得も減るんですよ。社会にお金が回らなくなるんです。 景気が悪い時に消費税上げるって絶対やっちゃダメなことなんです。でも何度も上げ続けてということになってるんですね。こちらご覧いただいたら消費税上げる前、上げた後比較すると消費税5%でマイナス7.5兆円の個人消費が失われたってこと。リーマンショックってこれ大恐慌に並ぶ というような、並ぶと称されるような不況ですよね。リーマンショックでさえマイナス4.1兆円ですよ。消費税5%でマイナス7.5兆円。つまり何かし言ったらリーマンショック超えなんですよ。1997年に5%上げた時点でもマイナス7.5兆円。消費税を8%に上げた時にはマイナス10.6兆円。消費税10%、2019年の時には消費税だけでなく、 その翌年にはコロナも合わさって悪魔合体マイナス18.4兆円。一体誰のために何のためにってことです。見えてる先はどこですかって言ったら、彼らに減税するために皆さんに増税続けてる。これ、以上でも以下でもない話なんです。こんなバカな話あるそれだけ大企業を守るってことをやり続けて、結果国民が貧しくなって、希望も夢も持てない国になってるじゃないですか。私そう思うんですよ。 10代、20代、30代の死ぬ原因の一位は自死ですよ。子供から大人まで絶望するような社会が今なんだって。どうしてここまで拡大してんのって。経済的に不安定に立たされるっていうような状況が拡大していってることって、これ無関係じゃないですよ。社会を壊してまでみんなから収奪する、奪い取るっていうのはなしなんです。そのような政治を続けていくっていうのは、本当に国を壊すことだし、国民への裏切りなんですね。 言葉はきれいに様々なことを語りますよ。希望が取れるような、えー。例えば、新しい資本主義をみたいなことですけど、中身見てみたら、これまで通りの資本主義をさらに煮詰めて、小汚いものにしたようなものを前に進めようとしてるってこと。じゃあどうすればいいのかってことだけれども、あまりにも行き過ぎてる優遇っていうのはもうやめにしなきゃいけない。先ほど見ていただきましてね、厚生労働省の調べで、コロナの前に、 え、多くの人々が苦しい状態にあった。全世帯の54.4%が2019年の段階で生活苦しい。母子世帯は86.7%生活苦しい。ここにコロナが来たよ。ここに物価高が来たよっていう状態が今だ。一方で資本家たちがどうなってるかっていうところを見ていただくと、こんな感じです。過去10年、毎年最高益なんです。97年に139兆円だった内部留保は522兆円になってるんです。 現金、預金だけで見てみても、135兆円から295兆円、つまりは10年間で127兆円増加してるんですよ。みんなが良くならないと、国はさらに壊れるだけなんですよ。もうすでにそんな状態。この状態を変えられるのは政治だけなんですね。資本主義っていうものを修正できる、格差を是正できる、というのは政治の役割なんですね。いろんな規制を入れたりとか、 で、今、社会保険料上げるとか、様々なこと言われてるじゃないですか。おそらくこのままいったら消費税も上がりますよ。だって、彼らにまたいい思いさせなきゃいけないから、票と金で繋がっているんですよ。絶対的な復讐なんですね、これって。政策を売るんですよ、政治家が。政党が。例えばですけれども、増税が必要だって言うんだったら、こっからまず取れやって話なんですね。 日本の富裕層365万人いて、世界第2位だって、アメリカの次だって。ここに対しての課税、税金かけるっていうのは、パーセンテージが低く抑えられてるっていう。どうしてそこからまず取らないんだよって。で、あるとこから取れ、ないとこから取るなっていうのは、これ言葉悪いように聞こえるけれども、これ、王の負担なんですよ。税金の基本なんです。取り方の。ないとこから絞り取ったら、乾いた雑巾絞っても、絞られた方倒れるだけですよ。 それを30年以上続けたらどうなるかって言ったらこんな国になっちゃうんですよ。世界からは日本みたいになりたくないと思われてる。はっきり言っちゃえば。日本に憧れてる国なんて昔の幻想を引きずってる人だけですよ。現実を見てる人たちは日本やばいなって当然思いますよ。終わってるからもう。でも終わらせられないでしょだってみんなこの国で生きるしかないんだから。こういうような状況を作っていった。そしてこれからも作っていこうとしてる者たちを終わらせるしかないんですよね。 それを終わらせるのはハードルが高いと思っちゃう。それを変えられるのは政治なんだって。選挙っていう制度が残り、残ってるということがあれば、この制度がなくなってしまえば話は別ですけれども、選挙制度っていうものがある限りはこれ変えていけるんですよ。50%票捨ててるっていう現実はあるけれども、このままじゃやばいよな。これ、控えめに言っても殺しに来とんぞあいつらっていうことに多くの人たちが気づいて、行動に移す。 少なくとも投票、周りに声をかける、一緒にとか、少なくともそういうことがあるだけでも大きく変わっていく話なんですよね。もう奪われるのはたくさんじゃないかってことですよ。決して高望みなんて言ってません ?25 年で131万円、所得の中央値から下がった。逆に言ったら、200万円近くのもの、皆さん、奪われてるって話ですよ。そのキャッシュバックを今求めるっていう、少なくとも今、ギリギリの状況で。 物価はこれだけ上がってるのに、それに対応できるような状況にないってこと自体がおかしいんですよ。輸入物価、エネルギー、食品上がってる。だったら国が上がった分肩代わりしますねってことをしないと、より潰れてっちゃうわけだから。国を持続可能なものにしていくためにも、ここはまず投入しなきゃいけないお金なんですね。だから消費税廃止、そんなこと無理だ、じゃなくて、やらせなきゃダメなんですよ。社会保険料の減免、そんなこと無理だ、じゃなくて、やらせなきゃダメなんですよ。それ決めんの誰だって言ったら、 この国の国オーナーナななななななんんんですすななすよよよああたたがいいきゃ変えられないんですよどうしてもね、普通の毎日、自分の一生懸命の生活を送ってて、でなんとなく社会のことが分かってきて、組織の中に身を置いたりとか、そういうことの立場になると、国が言ってることも分かるっていうふうに寄り添っちゃうときがあるんですよ。自分もその経営陣の一角にいるような気持ちで、そういう考え方になっちゃう。経営者マインド 判定マインド。でもそれは大きな間違いだってことですよ。あなたがオーナーなんだから、国にやるべきことを求めるっていうのは当然のことで。大企業が潰れちゃったら中小企業もどうにもならんよな。だから大企業優遇当然じゃないかって言うけど、大企業が,大企業が優遇され,されすぎて、中小企業零細がもうやばい状況にあるっていう今の方がやばいんですよ。だって中小企業に雇われてる人がほとんどじゃないですか。 地方行ったら、ほとんどが中小企業でしょ大企業。数えるほどしかないんじゃないですかそこだけに勝たして、みんなから集奪したものをそこに、献上していくようなことがこの先続いていったとしたら、もう持たないですよ。さらに悪いことになる。さらに中小企業は淘汰されていくってことです。淘汰する方向に勝ち切ってるんですもん。だっても新陳代謝って言葉が、政府の様々な会議の中で言われてるんです。ずっと前から。 このコロナにおいてもそんなことを言うんですよ。経営者の努力が足らないんじゃない。疫病がやってきて、そしてこれだけの物価高になっている中でも、努力足りんつって、潰れるやつは潰していけと。そこに手を伸ばすなと。助けの手を入れるなというようなことをずっと政府に助言し続けてるんです。そのような状況になって、前に進んでいったらどうなるかってったら当然、失業者増えていきますよ。で、失業してもらって結構なんですよ、国は。 今の政府が考えていることは何かし言ったら、もっと安い労働者が生まれることになるんですよ。今働いている金額以上の金額を稼げる人たちなんて、どれぐらいいますかってことです。どれだけのスキルを持ってる今の中小企業を潰した上で、失業者が生まれたとしても、すぐ、すぐに違うところで吸収できるよう状態を、これから作っていこうとしてるってこと。そうなったとして、そこで雇われたとしても、 以前もらっていただけの額なんてもらえるはずもないんですよ、より安い労働者として供給されるだけ、この状態に対して、やっぱりみんなで抗っていくしかないな、そう思って旗揚げをしたということもございます。